松山戦争は、明治元年10月6日に発生した、下唄国捜査軍松山村における、市川博美ら三戸藩諸政党とこれを追跡する、三戸藩天狗党との戦い。現時元年12月に、関東を合略していた三戸藩天狗党の乱が、鎮圧された後、三戸藩の藩政は、市川博美ら中心とする諸政党が掌握し、三戸にいた天狗党の関係者は、 所政党によって次々と処刑された。ところが、翌年将軍、徳川家持が死去すると、翌年には、天狗党本体の内武田金次郎ら遠党に処される、予定であった者ともが赦免され、さらに、公明天皇崩御の後、天狗党と共謀関係にあった長州藩が、蕎、伏見の戦いで勝利すると、天狗党、本国寺党の訴えにより、 諸政党が一転して朝敵に指定された。このため市川ら諸政党は、水島を脱出して、北越戦争、藍津戦争に参戦したものの、これらの戦闘は新政府軍の勝利に終わる。行き場を失った。諸政党は、騎士改正を狙って、水島上奪還を図り、反抗行動官を占拠したが、敗れて、下宇佐方面へと逃走した。10月4日夜。 市川ら200人余りを乗せた船は、長州港付近へ上陸した。この時、長州の防衛に当たっていた高崎藩士の説得に、応じた97人が降伏したが、市川ら113人はなおも逃走を続け、10月6日午前10時頃、8日市場の伏前寺に到着した。市川はここで一堂に、解散の意思を伝えたが、 そのうち数十人は最後まで天狗島と戦う意志を示したので、市川は、洋歌市場の町を戦火に巻き込むことを避けるため、地元民の案内を受けて、松山村付近の大地に陣を張り、追っ手を待ち受けた。午前十一時頃、ろ、洋市場に到着した、甘子仙之助、河西宿太郎率いる、天狗島千人は、伏前寺に放火して、これを焼き払った後、 松山で待ち構える市川勢に総攻撃を仕掛けた。市川勢は2時間余りにわたって激しく降戦したが、朝日野八太郎、富田利介ら30数名が打ち死にし、午後2時頃、ついに市川勢は壊滅した。天狗党は、翌7日から9日にかけて、8日市場近隣の村々に押し入って、金品を強奪し、各村の名主、 組頭を縛り上げて拉致しみの白金550両を奪取した上、調子など周辺の町を次々と襲撃して略奪を繰り返した後、水戸へと戻っていった。飯高寺の向井上安記憶長は、この時のありさまを、辰年市10月中旬、水戸藩市天狗と木に元にて戦争の上から8日、市、沢原、調子、東金などの町屋へ、 乱嵐必死万獣の沙汰と記している。市川はなおも再起を図り、捜査軍高野村の見閣、大木佐内にかくまわれた後、東京へと逃れて潜伏していたが、翌明治2年2月26日に捕獲され、4月3日に、水戸郊外の刑場にて処刑された。同年、地元民によって、戦場後に、戦二25人母と呼ばれる。 諸政党の供養党が築かれている。ありがとうございます。